マナ川ダムは、福井県大野市、一級河川、九ズ川水系新長和中流部に建設されたダムである。国土交通省近畿地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダムで、九ズ川水系では、九ズダムに次いで、包み高が高い、高さ127.5メートルのアーチ式、コンクリートダム。マナ川及び合流先である九ズ川の治水と、 旧福井県企業庁による公園水力発電を目的とした特定多目的ダムであり、九ずダム、九ずり川名多いとともに総合的な管理が国土交通省北陸地方整備局、九ず川ダム統合管理事務所で行われているほか、上流の福井県営ダムである佐藤川ダムとも連携した治水が行われる。ダムによって形成された人造庫は地元に伝わる。 マナ姫伝説より、主人公の名を取ってマナ姫子と命名された。マナ川には、福井県によるマナ川総合開発事業の一環として1957年に佐尾川ダムが完成していた。だが、1965年福井県を襲った戦後、最悪の水害、奥越豪雨によって、新名川上流で3日間連続で1044ミ、mm、リメートルの豪雨が降り、大水害が発生。 佐藤川ダムは、洪水調節機能を喪失しダム決壊の危機に陥った。これを受けた、建設省は1968年に、九ずり川水系工事実施基本計画を策定。この中で、旧西谷村中島集落が、水害、豪雪、山津波によって壊滅するなど甚大な被害を受けた、ため、新長和流域にダムを建設し、洪水調節を図ろうとした。 奈川ダムはこの基本計画に基づき1967年より計画に着手され、10年の歳月をかけて1977年に完成した。くずり川水系では、くずりダムに続く、国土交通省直轄ダム、いわゆる特定多目的ダムである。ダムの形式は、アーチ式、コンクリートダム、包み高は127.5メートル。洪水調節、不特定利水、 水力発電を目的とする。真ナ川発電所は当初福井県の運営であったが、2010年に北陸電力へ譲渡となった。ダムの完成により、新長尾流域の洪水調節は充実し、2004年の平成16年7月福井豪雨において被害が甚大であったアス川流域と、同雨量以上の豪雨にもかかわらず、 浸水被害が皆無という主君を立てた。この結果は凍結されていた諏訪川ダム計画にも影響を与え、流域自治体、住民の強い要望により2006年より建設が再開されている。ダム湖の名称はマナ姫湖と名付けられた。名の由来は地元の伝説であるマナ姫伝説に由来している。流域に住む長者である十文字長者の一人娘に、 マナ姫という美しい娘がいた。ある年間伐が起こり作物が全滅の危機に陥った時、川の神である竜に女性を捧げれば全滅を回避できるというお告げがあった。そこでマナ姫は自ら進んで竜が潜むと言われる淵に身を投げた。するとたちまち大雨が降り作物は全滅を免れた。村人は姫が受水した川を マナ川と呼び祠らを盾姫を祀ったと伝えられている。ダムこそいにマナ姫の像が混流され、陶器は雪よけがされている。ありがとうございます。